18日の丸山大師堂です。ここは地元の人から丸山のお大師さんと親しまれていて、裏山にはおよそ500株のツツジが植えられています。撮影した時は山全体をピンクの花が覆っていました。品種は小葉の三つ葉ツツジで、小さく凛とした姿から花言葉は節制、平和、自制心です。この日は強い風が吹き雨が降る一日でしたが、時折顔を覗かせる日の光にピンクの花がより一層鮮やかに見えていました。ツツジのトンネルもここならではです。今年は気温も高めで、もうすでに新芽が出ているツツジもありましたが、4月いっぱいは楽しめそうです。